皆さん、こんにちは。セブン L4WVU です。今回は、144MHz の EFHW アンテナについての動画です。まず、EFHW というのは、エンドフエットハーフウェーブの略で、半波長で端っこに給電するタイプのアンテナとなります。HF の移動局ではおなじみのアンテナです。ワイヤーエレメントの端に給電でき、簡単に設営できるので人気です。このアンテナを、144MHz で、ロッドアンテナを使って、ハンディキ用のものを製作してみました。この周波数では、製作例はあまり見たことがないのですが、思ったより、よく飛んでくれるので紹介させていただきます。EFHW アンテナとは、この図のように2分の1波長のエレメントと、その端にインピーダンス変換器を介して、給電するアンテナです。2分の1波長のエレメントは、中心部が電流の最大で電圧が最小。エレメントの端は、逆に電流が最小で電圧が最大となります。電圧が最大ということは、インピーダンスが高いということになりますので、この図の赤い部分のような回路で、50オームにインピーダンス変換が必要となります。ちょっと面倒のようですが、HF 帯の移動運用などでは、簡単にエレメントが晴れて、給電部が近いので重たい同軸ケーブルも短くて済むメリットがあります。また、ノンラジアル型のアンテナなので、ラジアル線がなくても運用可能です。高周波電流は、普通の4分の1波長のホイップアンテナがついているハンディキの場合は、図の左側のように高周波電流が流れ、ラジアル線は無線機のアースや人体が代用することになります。一方、EFHW アンテナは、半波長の長さのエレメントなので右の図のように、ラジアル線がなくても、垂直ダイポールのように電波が乗ります。これは、ハンディキを握っている人体の影響を受けにくく、高い位置から電波が輻射されることになります。V、UHF 帯でこのアンテナを見ることはあまりないのですが、電波の飛びもいいと思います。製作です。長さ 115cm のロッドアンテナを使いました。ロッドを少し縮めたくらいがちょうど良いと思います。マッチング回路は図の赤色のようなものです。コイルとコンデンサで 144MHz の並列共振回路となっており、共振させるとアースとロッドアンテナの接続部のインピーダンスが最大になります。これをアースから1回目くらいで取り出すと、50オームのインピーダンスの回路と整合が取れるというわけです。ケースは、3D プリンターを使用して簡単に製作しています。調整は、アンテナアナライザーがあれば簡単です。ロッドアンテナは、あらかじめ、少し縮めて、1メートルくらいの長さにしておきます。そして、トリマコンデンサーを回して SWR が最小になるようにします。簡単に SWR が下がると思いますが、下がらない場合は、コイルの巻き数やタップの位置を変更してみてください。飛び具合ですが、まず、大阪の生駒さんの山頂から、ポタのアクティベーションを行いました。生駒さんの山頂は遊園地になっており、混雑していたので、リュックに無線機を入れたまま、1ミリワットの微小電力の FT8 モードで、ポタの運用をしてみました。生駒さんは、真下に大阪平野が広がっていますので、1ミリワットでも次々と呼ばれ、更新は、30分ほどで10局と更新できました。最長距離は、70km。ポタで、1ミリワットでアクティベートしたのは、世界でも他にいないのではと思っています。次に東京の高尾山から運用してみました。更新できたのは千葉県の中央部で距離にして 90km。ただし、PSK リポートを見ると、千葉県の外房まで届いており、これは距離にして 100km を超えています。1ミリワットで 100km も飛ぶとは、結構感激しました。その他、144MHz のハンディキ運用で楽しいのは、ビルの反射などで思わずよく飛ぶところがあるということです。飲み会などで、都心に出た時に、1ミリワットで電波を出してみる楽しみができました。ビル街の真ん中の池袋サンシャイン横の4階屋上からでも、数曲更新できました。QRP は、こういうのも楽しいです。最後に、まとめです。この周波数では、見通しの範囲はよく届き、都会ではビル反射も使えますので、こんなアンテナと、1ミリワット出力でも結構更新ができるので楽しめます。また、垂直ダイポールと同じくらいの性能が得られますので、他のアンテナを製作した場合に、それぞれの信号強度を比較することで、アンテナゲインを求めることも可能ですので、実験用に持っていても良いと思います。
それでは、動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、自分が制作した作品の他に、アマチュア無線に役立つ情報も配信しています。よろしければ、チャンネル登録をしていただくと嬉しいです。